自警団任務の延長ですね。美食研究会のあかりです。試練が怖いとき、条件がクリアされました。本の中の物語のように。ミレニアム学園落とせこ、本の中の物語のように。自警団任務の延長ですね。説明や解説が必要なら。それで今から何をすればいいの？試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ミレニアム学園音瀬小玉先生の声が聞こえたのでここに来ました。会えて嬉しい先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ただいまより先生の支援を担当します。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。